いや私はですね、はい、あの人よりちょっと手汗がひどいんですよ。あ、知ってるよ。そうじゃないでしょ。ちょっとひどくて、うん、あの最近驚いたのが、うん、電車とか乗ってつり革に、うん、手を乗せると、うん、ポタポタ垂れるんですよ。え、それは垂れる垂れる水滴みたいに水滴が落ちるんです。さすがに、やばいなと思って、うん。で、前に座ってるおじさまとかが、なんか、うん、大丈夫この子みたいな目で見るのがちょっと恥ずかしいんですけど、どうしたらいいと思いますか？ゲーとかできるんじゃないの？そのゲーから出す。手からなんか出すみたいな。アニメみたいですね。そう。だから公演中とかもファンの人に飛ばすから、うん、ファンの人手汗見ながら、あ、飛んできた、みたいな顔するのが恥ずかしくて。え、それ見てみたい。逆にルビー、そういう場面を。梅ちゃんの、梅ちゃんじゃないわ。梅ちゃん。ねえ。何ワンちゃんと梅ちゃん混じるんよ。何で混じるんすか？ワンちゃんのその手汗シーンを見てみたい。一緒に踊ってると、うん、マジで見ますよ。メンバーとかもだから、うん。で、その手汗を直したいの？だからどうしたらいいと思いますか？けど、なんかファンの人とかはなんか手汗があるから、安心できるみたいなところもあるらしくて。どんなすごいそれ。手汗があるから安心できる。そうそう、なんか握手して、なんか手汗がこうファンの人につくと、なんか、あ、ワンちゃんだなって思うらしくて。うん、だから直した方がいいのか、直さない方がいいのか。いやー、悩んでるんだったら直せるか。なんか、直せる。ポタポタ落ちるのは、ちょっとなんか改善方法見つけた方がいいかなと思うんですけど、別に。いや、でもいいと思うよ、別に。それは魅力の一つとして。うん、魅力ですか、これ。いや、魅力でしょ。それはファンの人が褒めてくれるなら魅力で。うん、でも、幼稚園の時から悩んでんですよ。幼稚園から。塗り絵とかすると全部滲むから何描いてんのみたいになるんです、結局。え、そ、ちっちゃい頃からそんな風なの？そう。へー、あ、もうそれは多分特技にした方がいい。逆ポジティブに。確かに。うん、ポジティブに。特技にしていきますね、うん。はい。なんか手汗なんちゃらみたいなの作ったら。手汗なんちゃら。手汗ボンバー。天気予報できます、でも。え？何何？私、前日の夜9時ぐらいから、乾いてきたら絶対雨が降るし。うん、え、それいいじゃん。それすごいじゃん。すごい特技だよ。だから。手汗天気予報みたいなのやりたい。うん、そう、だから、あ、明日傘持ってかなきゃなとか思う。確かに、梅ちゃんなんか、梅ちゃんじゃない、ワンちゃん。何回間違えるんだよ。なんかワンちゃん。ね、なんか天気予報のお姉さんみたいな顔してない？あ、確かに、思います。なんかアナウンサー顔ですよね。そうそう、本当ですか？地形な感じ。うん、だから、向いてると思う、天気予報。今日の手汗天気予報は。うん。いいと思う。でもそれすごいよ。ほんと？うん、そうなのかな？普通当てられないもんだって。湿度で変わってくるの、手汗が。それはすごい。うん。だって空気を感じれるってことでしょ？そうそう。相当すごいよ。梅ちゃんもやってみてよ。私ちょっと。あんま出てこないな。まあ、ということで、うん、まあ、手汗の件については、はい、まあ、考えるよりも魅力に変えていこう。オッケー、特技にします。そう、特技にしていただきたいと思います。はい、以上、解決、梅るみやん